け、行く、よし、ゆっくりゆっくり、あ、次メイの番、マー君の番、メイの番、マー君の番、メイの番、マー君の番、まあ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 順番にやろうよ。おかしいわね、ここに携帯置いたと思ったんだけどな。はあ、ダメじゃない、ママの携帯で勝手にゲームをしたら。ごめんママ、でもこれゲームじゃないんだ。マー君が遊びに来てるんだから、マー君の好きな恐竜や動物について調べたり、英語の勉強をしたり、もっと子供のためになることをしようよ。何笑ってんのよ。ママは子供たちの将来のためを思って。いや、ゲームじゃなくて勉強ができるアプリ。勉強ができるアプリ？ママ、これはね、キッズトピアといって、このアプリを通じてクイズ欄やジャンピングマップなどゲームをしながらいろんなことが学べるんだよ。すごいじゃないこのアプリ。そしてメイちゃんの説明も、さっきもタケルニーニとメイネーニが僕にいろいろ教えてくれたんだ。僕、漢字読めないから。だからさ、ママ、携帯使わしてよ。マー君、大人の声。うん、うん、マー君、子供、5歳。わかった。それじゃあママにも、そのキッズトピアのやり方、教えて。じゃあ、みんなでやろうよ。うん、やろうやろう。何やろう？それじゃあ、最初からやってみよう。まずは、アバターを作ろう。うん、アバター？輪郭は、うん、こんないろんなやつがあるんだね。これにしよう。うん、うん、かわいい。髪型もいっぱいある、うん、楽しい。これにする、うん、キッズトピアの世界で自分を作るっていうことだね。うん、あ、かわいい、おしゃれ、うん、完成、うん、できた。じゃあ早速やってみよう。うん、かわいいお友達たくさんいるね。クマちゃんついてくるよ。ほんとだ。このクマはユピって言って、初めてやる人にも丁寧に教えてくれるんだよ。おぉ、そうなんだ、すごいね、ユピ。うん、うん、あ、右のところにもユピのマークがあって、もしかしてそこを押したらいつでもユピが教えてくれるんじゃない？そう、ちょっと押してみようよ。押してみよう。うん、おはよう、タケメイ、キッズトピア楽しんでる。うん、楽しんでる。私も楽しい。面白い。ちょっとかわいいね、うん、すごいかわいい、ね、じゃあ僕質問したい。あ、うん、うん、いいよ。動物園はどこにありますか？広場の北にあります。おお、行ってみよう。広場の北はって、うん、行ってみよう、うん、あ、そうだ、うん、これ英語にも設定できて英会話としても学べるらしいよ。おお、これ遊びながら英語も勉強できちゃうってこと？そう、すごいね、すごい。ちょっとやってみようよ。うん、英語だって。あ、じゃあちょっと指のマークを押してみようか。I'm so excited to explore together. よし、じゃあ指に英語で質問してみよう。うん、じゃあ僕はさっき動物園はどこにありますかって言ったから、それを英語で言ってみよう。うん、 Where is the zoo?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 Just tap on the map icon to discover places to visit in Kidstopia. Just tap on the map icon to discover places to visit in Kidstopia. Just tap on the map icon to discover places to visit in Kidstopia. The zoo is in the southwest of the square. マー君、すごい。任して。大人の声。
マー君子供5歳 5 years old 英語でも学べてすごいね、うん、じゃあ動物園行ってみよう、うん、ここじゃない？そうここだね入ってみる、うんうん、動物園ちょっと進んでみよう進んでみよう、うん、どんな動物がいるのかな、うん、お早速鳥だ本当だ可愛い可愛いねなんか可愛いよ可愛いよなんかメガネかけてハテナついてる頭の上に話してみてうんこんにちは私はピンキ一緒にクイズを解いてみ解いてみよう、うんうんうん、カエルは主に草や木の葉を食べます違うえ違う違うんじゃない違うんじゃないそうか違うね違うよ違うよカエルは長い舌を伸ばして主に虫、ハエ、蚊、ミミズなどを食べる、うん、次の問題もやっていい、うん、カエルは主に水田や湿地、水草の茂る場所に住みます合ってる、うんうんうん、カエルは主に田んぼの水面やあぜ、湿地、水が溜まっていて水草の生い茂った場所で見つけることができるおお次ダイヤ5個のご褒美だってやったーこうやってご褒美でダイヤがもらえるんだね、うん、すごい楽しい、うん、たくさん集めたくなっちゃうね、うん、でね、そして、うん、ダイヤが溜まるとどうなるのあちょっと聞いてみてユピにダイヤが溜まるとどういうことができる積み立てたダイヤは新しいアイテムを買うのに使うんだよ。すごい。すごい。アイテム欲しいね。欲しい。じゃあどこで買えるかな。新しいアイテム、こっそり早速使おう。アイテムってどこで買う？竹名ショップで買うんだよ。ショップだって。ショップどこ？行ってみよう。ショップ行ってみよう。ショップマップで見てみようよ。そうだね。マップでショップ見てみよう。左上にマップがあるから、うん、ちょっとこういろいろに。何？いろんなお店があるの？衣装店とか。おお。あ、じゃあ洋服買ってみたいな。うん、じゃあ衣装店行きます。うん。こちら。こうやって矢印で教えてくれるのもわかりやすいね、うん。行きたいところを押せば矢印で教えてくれる。うん。うん、おお。すごい。すごいです。なんか可愛い。ネイは23万5210円持ってるから。何でも買えるね。いっぱい買えるね。買えるね。この星型のサングラスなんか可愛いなと思ったんだけど。かっこいい。似合う似合う。可愛い。買う？買っちゃおう。買ったこと。カバンを見るだって。カバン見てみよう。ここのアバター作ったところで。また買ったら買った商品がここに集められるってことだね、うん、楽しいねうんダイヤいっぱい集めないと、ね、集めないとうんあということは、うん、アプリを進めていきながら、うん、ゲームやクイズに答えて、うん、ダイヤがもらえる、うん、そのダイヤをいろんなものに交換できる、うん、ってことで遊びながら学べてみんなが楽しいそれがキッズトピアだすごい、うん、すごいね子供たちすごいわ私より携帯いやアプリを使いこなしているわねえママみんなでジャンピングマップにトライしないジャンピングマップ楽しそうねじゃあまずは私からおお、頑張れ。おお、楽しい。あ、上手上手。おお、おお、おっと上手。おいいじゃん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 。楽しい。ああ。これさ、うん。みんなで競争するの楽しいね。あ、いいね。うん、あ、見てこれ出てる出てるかかった時間。あ、15秒だ。え、ちょっとママやりたいママやりたい。じゃあ長ければいいんじゃない？オッケー。うん。おっとおぉみんなでみんなでやるよねねぇ、ね、あぁ9秒ママ9秒残念ってことは
イエーイ、おー楽しい、おー、じゃあさ、うん、ゲームが得意なタケロ兄にやってみてよ。あ、ちょっとやってみて、うん、やってみて、うん、落ちたこと思った、私も、うん、おお、すげえ、あ、上手、すげえ、落ちたこと思った、あ、すごい、そうやって画面、何、くるくる画面も、何、向きも変えられるってことなの、すごい、わー、25秒じゃあマークやってみて、俺マーク君できる、うん、マー君、できるかな、ゴー、わあ、おもろい、ママ、あとクイズランやろ、クイズランもあるの、うん、やってみよう、うん、やってみよう、クイズランではゲーム感覚で算数のステージ、英語のステージ、知識のステージで楽しく遊びながら学べるぞ。みんなはクリアできるかな？英語のスペルを学べたり、算数も学べたり、ゲーム感覚でこうやってお勉強できるんだね。さすがママ、分かってくれたんだね。これがキッズトピア。さあ次はおやつ食べて休憩しましょう。やったー！おやつ？うわー、美味しそう。でもキッズトピアって世界中のユーザーが一緒の世界にいるんでしょ？うんうん。親としては安全性が心配だわ。安全性？大丈夫、奥さん。奥さん？チャットでの不適切な言葉や卑猥な言葉をブロックする機能、そして友達を制限する機能など、子供を守る機能があれもこれも備わってるんです。マー君、説明は完璧なのに。大人の声。マー君、子供、火災。おいしい。次は恐竜について学ぼうよ。うん、僕、恐竜大好き。ゆみちゃん、ゆみにさ、恐竜どこにいるか聞いてもらってもいい？うん。恐竜ってどこにいる？喜んで案内するよ。キッズトピアの北西にあるドームだよ。よしよし、だって分かりやすい。うん。入り口もかっこいいね。入ってみよう。うん。いっぱい、すごいいっぱいいる。動いてる。動いてる。面白いね。ボディの世界に入っちゃったね。だってあれティラノサウルスじゃない？うわ、すごい。わあ、すごい、すごい、すごい、え、海の中にも恐竜いるんだ、めっちゃすごいじゃん、もう男の子の夢が詰まってるね、この世界は、うん、あ、ピンキーだ、うん、あ、あんまりか、ピンキー、待って、大きいね、うん、大きいね、こんにちは、私はピンキ、こんにちは、一緒にクイズを解いてみる、クイズは解いてみる、うん、ベロキラプトルは2本の足で走る恐竜でした、うん、ベロキラプトルは、うん、日本の足で走る恐竜でした、これね、合ってるんだよ、合ってるぞ、爪がこんな、こんなのもこんな、そう、こんな恐竜だから、うん、じゃあ、合ってるよ、ベロキラプトルは二足歩行をする獣脚亜目の恐竜に、ベロキラプトルは草と実を食べる草食恐竜でした、ベロキラプトルは草と実を食べる草食恐竜でした、ベロキラプトルはね、うん、肉食恐竜だから違うよ、違うんだね、違うよ、ベロキラプトルは草食恐竜を食べる肉食恐竜だった、恐竜、草や魚は食べなかったそうだよ、恐竜博士かな、うん、まだ博士なんてもんじゃないよ、おお、あった、面白い、面白い、何何使ったね、もう恐竜博士だね、これは、うん、嬉しい、いや、情報量もすごいわね、うん、マー君ね、キッズトピアで学んだことね、書いてみたんだよ、あ、すごい、すごいでしょ、上手、うん、コンセプトね、キッズトピアで学んだんだよ、マー君、天才、今度さ、幼稚園のお友達にも教えてあげるんだ、
大人の声。あとね、メイがいいと思った機能はこれ。いろいろなテーマで自分だけの空間をデコレーションできるんだよ。友達を招待してマイルームを訪問してもらうと、訪問者数が増えてマイルームのランキングがアップするんだって。次はどんな家具を飾っちゃおっかな。ママ勘違いしてたわ。子供が携帯を使っていることは悪いことではなくって、携帯やアプリは学びにも役立つのね。うん、分かってくれて嬉しい。でもママの携帯を勝手に使うのはダメよ。はーい。そして時間を守ってやろうね。でね、キッズトピアは親子の時間も共有できるの、すごいだね。じゃあみんな、キッズトピアで楽しく遊んでね。マー君、大人の声。うん、マー君子供5歳。マー君本当は大人なんでしょう。やっば、逃げろ。じゃあな。逃げた。待て。